こんにちは。あともう8分ぐらいですね、10分もないですねぐらいで、ウィンズの昨年のライブの Unforgettable という楽曲がのライブ映像が、YouTube に流れるということでね、まあよかったら一緒に見ませんかというような回です。はい、あと6分です。よろしくお願いします。ちょっと早すぎたかな、6分やることないわ。まあ今やってるツアーはノスタルジアというライブなので、デビュー当時の楽曲を披露させていただいているのですが、なのでこの声聞こえない？そんなことある？声聞こえてないの？これそうでしょ。あ、聞こえてる。あ、聞こえてんの。なんで聞こえない人がいるんだろう。なんかあんのかな。なんだっけ。あ、そう、今ノスタルジアという過去の楽曲のちょっと小さめか、いや、あの僕が よくやってるいつもの配信じゃないんで、ボリューム調整とかできない。もう声、僕の声を大きくするしかありません。マイクのボリューム上げるとかないから、インスタライブに。空気清浄機の音鳴ってないんだけどな。今無音なんだけどな。怖いな。自分の家じゃないそれ。普通に自分の家の空気清浄機鳴ってんじゃない。さあ、あと4分。あ、意外とあれですね。サーって音、まあサーって音はね、どの空気の音なんで、どこでも大体なりますよね。サーはノイズキャンセリングをしないとね。インスタライブとかよくサーってなってるよね。それかまあ僕のもうスマホが結構古いんでもうダメなのかもしれない。もう普通に音声を入力してくんないのかもしれない。雨降ってますね。あ、雨の音は確かに今鳴ってるかもな。そう、本当は本日名古屋でライブの予定だったんですけど、残念ながら延期となって、まあ振り替えの日程ももう出まして、11月の3日に決定させていただいたんですけど、そのね5時から公演の予定だったので、まあその5時からまあライブ、今回のライブ映像を流すわけにはいかないので、まあ昨年のライブから1曲
何か流したいなと思って、で「Unforgettable」っていう楽曲が、まあ、昨年のライブツアーでも披露しましたし、昨年のライブ、アルバムにも入っていた楽曲なんですけど、まあ、すごくこう僕たちウィンズからウィンズクルーとい こうファンの皆さんに向けて の楽曲のような詩の世界観になっているので、まあ、この曲がすごくいいんじゃないかなということで選曲させていただきました。はい、ですね。もう あと60秒になりました。皆さん準備はよろしいですか。え、俺音鳴る、鳴るね。久しぶりに見ます、僕も Unforgettable。 これ待ってたら再生されるのかな。こんなことしたことないからわかんないんだけど、自分で更新しなきゃいけないのかなこれ。いやでもなんかチャット欄みたいなのも動いてるから大丈夫かな。始まんない、すごい始まんない。え、始まんない。60秒ってこんな長かったっけ。60秒長くない。え、60秒長くない？60秒長くない？ Unforgettable。 え、嘘でしょ？ 5 時になったんですけど。え、ちょ、更新します。ああ、え？え？何ですかこれ。これみんな同じ画面ですか、このあと1分40秒みたいなやつ。カウントダウンから、あ、これなんだ。はあ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 。じゃあ5時からって言っても5時からカウントダウンが始まるのね。曲にも乗っちゃおう。やべ、初めて見たかもマジで。これはもう絶対このカウントダウンなんだ。これは僕たちがやってるんじゃなくて、この YouTube がこういう風にやってるってことかな。
お、ダンサー出てきた。もう後悔ないよ Only go 間違いだらけの道のりでも俺が Keep like ないよ Follow me汗だく。翔平くんの振り付けですね、これ。という間に終わっちゃった。早い。待ち時間の方が長かったよ。ああ落ちた。早い。終わっちゃった。待ち時間長かった。これすぐもう一回見れるの？あ、見れるんだ。すごい。終わりました。あっという間に終わりました。一瞬でしたね。3分しかない。じゃあ皆さんに秘密を教えてあげましょう。あんまり教えたくないんですけど、あんまり教えたくない秘密を皆さんに教えますね。この今アンフォーゲッタブルの2番、メモリーズのとこですね。このメモリーズのとこ、ここね。消えはしない、消えはしない。僕ちょっと振り間違えちゃって、あ、やばいと思ったんで、このメモリーは本当は足とか動かないんですけど、もう間違ってない、自分はオリジナルなんだっていう風に見せるために勝手にアレンジしてます。こうやって勝手にアレンジして次に入るっていう振りを間違えたのをアレンジでごまかしてます。これ秘密です。足がね逆に入っちゃったんですよね。で自分でも気づいてるんで、このまんまじゃ間違いだけだなと思って、ちょっとオリジナルにしてますね。はい。まあ、でもそういうの結構あります。間違っちゃった場合、なるべくこうアドリブで変化させてオリジナルに、まあ、僕の立ち位置的にねそれがやりやすいですよね。こう歌ってるとかだとね。はい、でした。というわけで、皆さん本当にね、本日はライブの予定だったんですけれども、残念ながらこう名古屋で本日開催することはできませんでしたが、また11月、そしてまあ9月、今月は福
岡と香港の公演もありますので、で福岡の再追加の方がまだねこう一般のチケットがまだわずかにあるということなので、ぜひ興味ある人は遊びに来ていただけたらなと思います。はい、また引き続き、このノスタルジア皆さんと一緒に楽しめたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。